いきなり顔面ドアップだな。はい、ということで皆さんどうもこんにちは、おざけんです。今回も楽しいゲームを一緒にやっていこうぜ。よし、ということで今回毎朝田中が迎えに来るっていうね、凄まじいタイトルのゲーム実況プレイやっていこうかなって思います。これ覗き穴だよね、扉の覗き穴で田中くんを見てんのかな。この子が田中だよね。はい、ということで田中さんはね、この動画を見る場合複雑な気持ちになるかもしれないんで、いろんな意味でご注意ください。はい、ということで早速やっていきましょうか。スタート。 OK。 うん、あ、なるほど、20日間まであんのね。30日間までやろうよせっかくだからさ、1ヶ月にしようよね。え、20日間なんだ。じゃあ1日目から。お、なにこれ、接着剤。毎朝迎えに来る田中を撃退すんのね。 OK、田中を撃退だって。やっぱ田中さん気をつけてね、撃退されるからはい、これを押して、あ、なるほど、気になるところをタップしてアイテムをゲット。なるほど、あれか、ママにゲームを隠されたみたいな感じか。なるほどね。じゃあ接着剤アイテムだ。接着剤アイテムなんだ。なるほど、何かに使えるのかな。これテーブルの裏とかになんかありそうだよね。なかった最初からそんなひねった問題ないよね。あ、分かった、接着剤で。え、これひょっとして扉に使うの。え、大丈夫大丈夫これ扉じゃねえ、これ開けたらやばいぞ。はい、あ、やばい、田中来た入ってきた瞬間めっちゃズボン上げてるなと思ったんだけどさ、滑ったところめっちゃ可愛かったんだけどはい、あ、なるほど、右上でヒント見られる。うん、部屋を移動。はい、わかりました、簡単だね。うん、脱出成功。じゃあやっていきましょうか、次のステージ。1日目は今ので終わりなのかな。あ、膨れ上がってる、これ何これ、壊すのかな、この下の膨れみ。家の中の床がこうなってたら超危ないよね。ねえ、絶対大家さんに怒られるよね。開けられるでしょ。あ、いた、田中、そっから来んの。ちょっと待って来ると思ったら来なかったわ。おい田中、おい田中何してんだ、ここで。変態だぞお前、やってること完全に。ちょっと待てよ、あ、こっちも行ける。お、台所じゃん。このフライパンで叩こうぜ。こっちは、あ、いないいないいない。あ、待って、なんかあるよ。え、あ、違うか。木の枝になんかあるかなと思ったんだけど、これは違かった。閉めて、あ、スコップ。これをどうすんの。あ、これで、取るみたいな。取れないな。あ、冷蔵庫マーク。うん。このスコップ、あ、なるほど、そういうことか。原点に戻る。これで床を掘るのか。はい。ええー、いや、田中くんの前にさ、お前んちの床土なのやばいよこれ、敷金じゃまかなえないぐらい穴開いてんだけど。これで開ける。はい、すげえな、ワープ機能ついてんだ田中くん落ち方かわいいな。よし、じゃあこれやっていきましょうか。はい、ミカ、ミカの箱がある。これどうすんの、またアイテム。あ、かわいい。え、待って待って待って、猫じゃないの普通犬だよね完全にあの子。はい、アイテムをゲットやめろ生き物に対してアイテムをゲットやめろ。はい、これで、あ、なるほど、この中に入れんじゃない、入ってね、ここに。あ、かわいい、めちゃくちゃかわいくないこれ。これで何、おお、なんか違う、台所じゃなくなってる。誰お前そういう感じか。うん、すんげえ広告だなこれ。はい、この花瓶は田中くんなので、これで扉を開ければいいのかな。あ、そうだ、やっぱりやばいな。お、かわいいの、逃げれた。よし、 OK、 じゃあ行きますよ、次のステージ。うん、バナナが置いてある。バナナ、これバナナ田中くんっていう説ある。あ、違かった、よかった。はい、これで、え、何この子、貞子かお前は。やばいね、テレビから田中くんが出てきたよ。やばいな、リングじゃなくて田中ってなるかもねこれからよし、じゃあバナナまず取って、この子にあげるのかなバナナ。あ、そうだそうだそうだ、撃退してね。おお、なるほど、そういうことか。これで出して、え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 、ちょっと待って待って、嘘でしょ嘘でしょ、この子にあげるのあってるよね。これで顔、ああ、これがアイテムなのか。ちょ、待てよ待てよ待てよ、じゃあこっちの扉の下、あ、来た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 、これでいいんだ。よし、 OK
田中はさっきの接着剤と学ばないな。次のステージ行こっか。はい、人形みたいだな、だからね、この子なんかアイテムあげんのかな。消火器あげよう。あの子にとりあえず消火器あげよう。あ、ドライバーがある。このドライバーで消火器開けんだろう。はい、で消火器を取って、あの女の子に本当に開けるんだこれ。この流れは本当にそうだ。怖い、この妹。待てよ、これこっから田中出てくるパターンだよね。もういいや、俺一発で多分クリアする。これいけー、田中撃退。かわいそすぎだな、これは。さすがにやばい。封印術が書かれてる。ここに田中をおびき寄せんのかな。ちょっとレーズ、あ、なんかある、ランプみたいなのがあるよ。うん、誰もいないね。オッケー。あ、待って、ペンダント、え、めっちゃあんじゃん、アイテム。これどうすんの。うわー、あ、ひょっとしてこれアイテム取ってなかったらやられした、俺。よかった。あ、アイテムなんだ、しかも。え、めっちゃ順調じゃない、これで。ここに行くの。おお、そうだそうだ。ええちょっと待って。マジか。え、ちょっと待って。今いい感じだったよね、流れ。これ手に入れて、ここは何もなくて、OK。で、これを取って、次これ？あー、できた！これどうすんの？あ、もうできない。これで開けてみるか。追い払え。田中かわいいな。めっちゃ驚いてたじゃん、今。よし、じゃあ次のステージ。池がある。この家もうやばい。さっきスコップで掘った穴にさ、池作ったんじゃないこれ。釣りするか、じゃあ。なんもないじゃん、こっち。なんもないって怪しいな、逆に。おお、ホラ貝。ここは、あ、猫。ちくわくわえてる。ありがとう。猫、え、扉取れた。え、待って待って待って。ちょっと待って。扉がさ、開く方向おかしいと思ったら扉取れたんだけど。え、向こう行った。マジか、あっちか。え、ない。え、扉どこ行ったの。え、何が起きた。マジで今何が起きたの。やばいな、仕様ですかこれ。バグですか。ちょっと待ってよ。あ、てか待って。これ田中落ちるんじゃない、普通に開ければ。大丈夫じゃない。いや、スルーかい。ちょっと待ってよ。じゃあこれ取って、これ中に入れんのかな。はい。ちくわは何なんだろう。あ、ちくわでも呼吸できるみたいな。はい。捕まっちゃった。なるほど。ちくわで、じゃあ、呼吸しろってことが、OK、わかった。じゃあ、これで、いきますよ。お、あ、なるほど。音が出ないからね。これが正解か。よし、OK。いいな。右の部屋何だったんだよ。めっちゃ怪しいんでて、俺が恥ずかしいわ。はい、じゃあ次。あ、王様がいる。なんかさ、進撃の巨人のオルオみたいじゃない。めっちゃ似てない？ふごーっつって。オルオ王女はタップしても何も起きないんで。あ、剣がある。これで刺すのか。やばい展開。あ、白雪姫ですか？待てよ、待てよ、待てよ。白雪姫にあげんのこれ。白雪姫が剣持ってる姿なんて見たくないんだけど。え、これで、じゃあこの人にあげて。ちょっと待って。めっちゃ怖い結末になったんだけど。マジか。あ、こっちにもなんかある。あ、ガラスの靴。ガラスの靴を、白雪姫じゃなかった。シンデレラにあげるのか。なるほど。はい。シンデレラ、どうぞ。シンデレラ、ここに置くのか。渡せないんだけど。シンデレラ渡せない。あ、ひょっとして、この王子に渡すの。ああそういうことか。失敗なのこれで。逃げれたじゃん。理解に苦しむ俺。うおお前も取れんのかい。マジか。人どこに行ったんだよ。これ取って、じゃあ、この人に、じゃあ、これを。はい。おお、すごい。来た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 。あ、めっちゃ仲良くなってる。よかった。で、こっち開けて。おお、なるほど。で、開ける。あー、なるほどね。こんな感じだったのか。普通気づくよね。よかったよかった。
進めたね。さあ次のステージ行きましょう。よし、 OK。 なんかあるね、洗濯物の山が。ここに隠れろみたいな。え？シュールだな。これ面白い、この野郎。なんとなく感づいてたはいたけど。よし、アイテム。え？なんで妹のお前が俺になんか危害を及ぼしてんだよ。やめてくれよ。じゃあこれ取って、この人形、あの吊る下がってる人形取ったら妹に雷落とされたんで、おタオルをひたすら、あこれで自分も隠れるみたいな。おお、来た来た来た、そういうことか。おお、いいね。白だったら失敗だったのかな。さあ次のステージ、どんどん行ってるね。なかった、やばいやばいやばい、手裏剣かなんか忍者道具があったんだけど。はい、これどうすんの。お、忍者だね多分。これで忍びになるってか。 OK、 まきびしどこにあるんだ、どっからあいつは出てくんだ。じゃあちょっとこの玄関の前にやって、で長靴、長靴でこう風呂場入るとかじゃないの。待って、これでちょっと開けてみるか。え、これでいいの。これでよかったんだ。結構あっさり。お、餌入れがあるぞ。わ、またなんもない部屋。なんも部屋、部屋やだな。なんかいる。え、なになに、やばいじゃん、あいつ。忍びじゃん。こんにゃく。ん？これ何？この、我、お前。お前。どっから出てきてんだよ。そこ入り口じゃないからやめてくれよ、ほんとに。じゃあ、こんにゃくを手に入れて、閉めて、おキャットフード。あ、わかったぞ。これでキャットフード入れて、で、開けんじゃない？ああ、そうだそうだ。来た来た来た、かわいい。で、お、逃げた逃げた。それでどうすんの？これ隙間空いて、あ、これでこんにゃく使うみたいな？おお、そうだ！よく挟まったな、その隙間で。で、開ける。やったー。田中ー。田中、こんにゃく当たってそんなかがむ人いないよ、普通。ねえ、絶対痛くないからね。なにこれ、なんか穴がある、左下に。ちょっと待ってよ。お、誰？やだ。この家、ほんとにやだ。なにこれ、大丈夫？これ、絵なの？枯れ木の部屋ってどういうこと？部屋になってんの、隣。隣の部屋となんか窓で繋がっちゃってんの、これ。カラスいるし。やだ。本当にやだ、引っ越したい、この家。やだ、マジか、家族の部屋ね、そういうことか。家族多いな、何人家族だよこれ、マジか。どうすんのこれ、すごい難しそう。ゲットできんだ。家族ゲットできた、みんな。どうするこれ、すごいいらないんだけど。あ、やばい、アイテムいっぱい、どこかで使わないと。種くんごめん。どれ。どういうこと。やばいな、ちょっとむずいなこれ。あ、そういうことか。これ年齢になってんじゃない、枯れ木ってことは老人をここに入れるみたいな。あ、絶対そうだ。なんか、ひでえな。なんかひでえな。多分そうだよね。ほら、やっぱりそうだ。部屋を入れ替えないといけないんだな。待ってよ。この子、ここじゃん。あ、違う。ちょっと待って、むずいな、これ。若葉ってどれ？若葉。若葉、こっちか。で、ちょっと、若葉を最初に。あ、そうだ。で、枯れ木を取って、この子を入れる。やべ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 。この家早く引っ越して。これか？あ、そうだ。種が赤ちゃんだよね、多分。ちょっと待てよ。おいで。ちょっと、こっち行って。めっちゃ面白いじゃん、これ。難しいけど。で、この後、これも変えた、変えた。変えた。ここに入れんじゃない？あー、来た！やばい！これで、
さっきの穴開いてるところに刺すんじゃない？おお！いや、この黄色い扉から入ってくる時点でやばいでしょ、ここから出ても。やったー。はい、やっていきますよ。13日目。じゃあ、13日、あ、バットある。みかんもある。ブランコでしょ。バットとみかん、ブランコ。ん？これを、お！枝が出てきた。この枝どうすんの？この枝はこの穴んぽこに入れるとか？違うか。え？ねねねね。また雷落とされたんだけど、妹に。強くない？妹。あ、やばいやばいやばい。お金なの？あれ。テーブルに置いてあるの。それ怒るわな。ちょっと待てよ。ん？棚の中は？あ、いないいないいない。オッケー。みかん。で、このパッド取って、打つで枝も取る。よし、めっちゃアイテム手に入れられた。で、あ、ハサミでブランコ切るみたいな。お、そうだ、すごい。紐手に入れられて、でこの紐、え、どうすんの？みかん、あ、みかんあげた。で、で、あ、これ取れる。お、来た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 。やばいやばい、楽しい楽しい、めっちゃ楽しい。で、でどうするんだよ。で、どうすんのこの後。え、あ、で、あ、またミノムシになって出てきたんだけど。あ、あ、あ、これも取れるんだ。おー、なんかできたなんか罠みたいにできたよ。これここに置くの？どうなの田中くんアホ田中くん完全にアホだわ。はい、じゃあ続きいきましょう。よし、面白いよ。14ステージ。なんでそんな猟奇的なの？めっちゃ怖いんだけど、この妹。やばいな。お、鍵がある。お、ちょっと待ってよ。窓もあるから。あ、ここは何もないね。この鍵で、お、開けるんじゃない？マスクがいっぱいある。え？3択問題。ちょっと待てよ。残り2択。隣のやつ。なんでやねん。なんだよこれ。何これ。え、全部ああなるのかな、ひょっとして。腹立つわ。開けます。あーし、やっとゲットできた、よかった。これで、あ、このマスク女の子にあげんじゃない？全然受け取ってくんない。マジか。え、どうすんのこれ。おほお、下の方押したらなんか手に入れられた。顔を開けなければ大丈夫なんだ。やべえ、完全に召喚仕掛けてるからね、田中くん、この状況。これでオルゴールを女の子にあげるんじゃない？あ、やっぱりそうだ。いい音。あ、寝た。これで、あー、なるほどね。何これ、またなんかできたんだけど、アイテム。これでまた置くの？うん、そうだ。これで開ける。お、あー、そういうことか。やべえ、俺忍びだったわ。はい、次行きましょう。どんどん行きましょう。すんげえ罠だな。みかんあった。やったー。めっちゃ手に。ホラーよりホラーだな、田中。マジか。待てよ。じゃあ、1個にしときましょう。いや、2個手に入れられるから、2個手に入れて、待てよ、テーブルクロスとか。あ、違うな。こっちはいけない。1個とりあえずあげて、お、なんかフラフープゲットした。他には、あ、ドライバー。こっちはない。うん。で、みかんここに置くんじゃない？ちょっと待ってよ。フラフープ置くのか？あれ、違う。え、なんだなんだなんだ。あ、これか。で、お、なんかアイテムゲットした。なんか丸とバツのアイテムが手に入れられたね。あ、そういうこと？ここに貼るの？あー、なるほどこういうこと？で、開ける。さあ、どっちに行く？素直だな、田中。
そうかそうか。よし、じゃあこれで上がなんかすごいね。なんかあるか？ない。お、雲がある。お、雲ゲットできた。あ、これをここにかける。で、開ける。どうなるどうなる。え？えぇ、逃げてよ、今の隙に。一発クリアできたかなと思ったのに。マジか。お、閉めよ。大丈夫だった。あ、あ、なるほど。手袋でこれ手に入れられるんだ。これで次どうなる？熱いってなる？お、いいね。あ、帰った帰った帰った。よかったよかったよかった。よーし、いいぞ、面白いね。じゃあどんどん行きましょう。もうちょっとでクリアするんじゃない、これ。今17ステージだからね。これ何？穴開いてんの？それともなんか岩が乗ってんの？あ、めっちゃいる。え、誰？メデューサ？石化したわ、俺。マジか。石化しないように。え、なんか上に電球があるんだけど。え、ここの部屋何も取れないね。ん？ここも取れない。うわ、スイッチある。押しちゃダメなような気がするけど、押すわ、とりあえず。あ、チョコ。やった。で、帽子も手に入れられて、お、ドライバーも手に入れられた。このドライバーで床とかを、あ、違かったね。チョコレート、え、全然想像つかないんだけど。どうすんだ？あ、この帽子をこの子にあげて、ドライバーを電球にやるのかな？違う。ドライバーをこの棚？ん？チョコレートをこの女の子か。あ、そうだそうだそうだ。来た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 。あ、ドライバー鏡にやったらできた。これで開けんの？おぉ。で？ああ！取れるのかよ！お前取れたんだ。マジか。メデューサこの中に入れるじゃん。入んなかったわ。え？あ、この石の上。お！来たんじゃない？これ。石化！ひでえな、なかなかこれ。田中くんぶっ倒しちゃってんじゃん。はい、次のステージ。残りわずかになってきたよ。またキャットフードとかあんのか？なんか同じ下りじゃないような気がするんだよね。いるね、猫ちゃん。お、アイテムだからやめろ。動物系をアイテム言うのやめろ。マジか。あ、なんか手に入れた魔法ステッキみたいなやつ。お、キャットフードもある。だけどキャットフード取れねえな。ちょっと待ってよ、バット。ちょっと待って、猫ちゃんを、じゃあ、ここに話すか。あ、話せない。待てよ、これひょっとしてちょっと順序ミスったな。置けないな。どうすんだ。ちょ、一回田中をおびき寄せよう。はい、まずじゃあキャットフードを中に入れて、猫をおいでー。え、アイテム、あー、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。食べてるでしょ。で、この隙に次はこれを取って、バットも取る。オッケー。で、これも取る。え、で、どうすんの？魔法ステッキ渡したらなんか変身したんだけど。マジか。今の流れでいいの？魔法ステッキじゃないってことが分かったんで、ちょっと待って待てよ。これで食べさせて、で、バットあげんのか？ライト？ライト上げてみる。あ、でかくなった。よし、倒せ。ビッグライトかい。ドラえもんの道具じゃん。はい、じゃあ次のステージいきますよ。はい、この絵はなんだ。他に絵を、あ、これか。ドライバーで撮る的な感じかな、この絵を。ペンが、あ、ペンで描くのかな、絵を。違う。お、何これ、化粧品が。あ、すげえ。壁蹴飛ばしたらまた出てきた。もうこの家ボロボロだな。穴開けちゃうし、池作っちゃうしさ。これでまたガラス外すんじゃない？違うか。これ全部取るのかな？違う。あ、そうだそうだ。これだ。で、でだ。この額縁、あ、そういうことか。額縁をこうや、嘘でしょ？嘘でしょ？そうなるわな。え？え？これ。
ふざけすぎだろ。なるほどね。これは失敗だよ。うん、やっぱそうだよね。この化粧の方を鏡の前で使うのかな。はい、メイクして蹴飛ばす。これ手に入れる。やばい、めっちゃ楽しいねこのゲーム。でこれ取る。ペンはいらない。よし、 OK。 これはこれでどうかと思うよ。うん、はい、うん、このタイミングでこのタイミングでこれ出る。 OK、 よし、逃げられた。はい、よーし、 OK。 次がラストですよ皆さん。ラストステージ、さあどうなる。誰だお前は。鍵がかかっている。鍵あった、早速。やった。え、上も鍵がかかってる。これでこの子か。え、取れない。ちょっと待ってよ。え、なんでなんでなんで。鍵開けてよ。これ違うの。お、めっちゃ鍵かかってんじゃん今回。ここもそんな鍵かけてる。冷蔵庫もめっちゃ大変この家。ここじゃない。じゃあここですか。あった。で次はこれ、違う、これ。なるほど、一個一個は当てていかないといけないのかな。ここじゃない、冷蔵庫か。ああ、そうだ、玉ねぎ、あ、包丁。おお、鍵また出てきた。で次はどこ、ここ、違う、開いたから。で金庫、違う、あ、これでロボットか。こっちの棚、あ、そうだ、こっちの棚で、え、超大変じゃんこれ。よし、あこれ取って、あ、で最後か。あ、違う、こっちか。ん、あ、いたいたいた。あ、ありがとう。嘘、これ絶対難しいじゃん運もあるじゃん最後。え、最後のあの猫持ってくるくだりやばいね。これで OK。 え、で最後ここ。おお、合ってた。なんやかんや田中ともいろんな思い出ができた。そんな田中から逃れる毎日、そんな日もなかなか悪くないと僕は感じた何語ってんだよってね。これがお前の心の鍵なのか。めっちゃ綺麗な言葉をかけてきた田中。先生と学校へ行こう、みんな待ってるぞ。超優しいじゃん田中めっちゃ優しいじゃねえかお前。マジか、よかったね。まさかの感動、謎の感動だね超面白かった。毎朝田中が迎えに来る素敵な物語だった。はい、ということで1日目から20日までね全部やりました。よければね高評価押してってくれると嬉しいです。はい、またねこういったバカゲーホラゲーやってくんで、よければチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイ。